アリコベールは埼玉県上尾市の JR 高崎線上尾駅前にある東武鉄道系列の商業施設群。上尾駅東口駅前広場の再開発事業によって1983年9月23日に開業した。駅前交通広場を取り囲むようにデパート館、サロン館、ホテル館、プラザ館の4棟のビルからなる。デパートは丸広百貨店、ホテルは 東部ホテルが主テナントとして入る。サロン館には結婚式場や店舗が入るほか、上階はマンションが併設されている。プラザ間は主に公共施設が入っており、2階は上尾市図書館上尾駅前分館、1階は駅前交番である。なお、アリコベールとはフランス語で、サヤインゲンを意味する。プラザ間以外の3棟は上尾駅舎とペデストリアンデッキで接続されており、 歩行者は道路を横断せずに各施設へ訪れることができる。デッキは東口バス停の各ホームとも階段で接続され、バスへの乗り換えも可能である。プラザ間も駅から歩道で繋がっており、直接訪れることができる。上尾駅東口を拠点に東部バスが路線網を保有していた際、東口バス停は上尾駅東口アリコベールと案内されていたが、 東部バスの分社化に伴い、東口の路線網は大半が朝日バスに移管され、その際にアリコベールの案内は消滅している。ありがとうございます。